ノスティックは何も悪くないし、むしろ立てなかった俺に問題があると俺は思ってるんで。さあフェザー級はマッチキックデュール、アンダー65キロの世界です。リクトさん楽しみですね。楽しみですね、うん、お互いもずっとガン飛ばし合ってドライアイにならんかなと思うぐらいずっと、はい、瞬きせずにね、はい、楽しみです。本当に絶対に混ぜたらいけない2人です。混ぜたら危険、小田正也それともこの先か。さあもう一人とリードさん持って前に出てきました小田、パワーの虎之助、そしてスピードの小田正也。おっと大丈夫でしょうか。んどこか痛めたか。あーそうですか、ローブローですか。ローブロー、一旦試合が止まります。あ、担架運ばれますかね。あーここでゴング鳴りました。戻ってくることは小田正也選手できませんでした。先ほどミクルさんの声で再戦しようという声も聞こえてきましたけれども、まあ、トラノスティ君についての対、まあ、トラノスティ君に対してなんですけど、そうですね、コメントを見るとやっぱりトラノスティ君もいろいろ意見をというかあれを借りちゃってるんで、僕が今っていうか一番言えることは、彼も絶対にこうわざとやったとかそういうつもりもないだろうし、多分だけど俺と同じ気持ちでこう見てる人に対してこう望んで、見てる人が望んでるようなこう喧嘩の試合を本気で多分彼はやろうとしてただけだと思うんですよね。でお互いのやっぱ気持ちがあってああいう結果になってしまっただけであって、トラノスティ君は何も悪くないし、むしろ立てなかった俺に問題があると俺は思ってるんで、この続きがいつになるか、トラノスティ君とのこの喧嘩の続きがいつになるかわからないけど、でもやっぱりねこの続きっていうか勝ち負けが出るまで本当のやっぱりいつかやらなきゃいけないっていうか、僕もやっぱやりたいんで、ちゃんと決着をつけなきゃ次なんか次に進めないというか、やっぱりこれで終わりじゃないんで、再戦できるのをね、トラノスティ君と僕も楽しみにしてるんで、やりましょうトラノスティ君。